ロン・チェーニーはアメリカ合衆国の俳優。秀逸のメイクアップと卓越した演技力で千の顔を持つ男と称されたサイレント映画時代の名優であり、怪奇スター。特に1925年の映画、オペラの怪人のファントム役が巧妙。息子のロン・チェーニー・ジュニアも1940年代に怪奇スターとして活躍した。 コロラド州コロラドスプリングス生まれ。本名はレオニダス・フランク・チェーニー。父親はイングランド及びフランス系。母親はスコットランド、アイルランド、イングランドの血を引く。両親がローア社だったことから幼くしてパントマイムを覚えたと言われる。1902年より演劇活動を始め、ボードビルの舞台で各地を回る。1905年に 当時16歳の歌手クレバー・クレイトンと結婚し、翌年息子、ロン・チェーニー・ジュニアが生まれる。1910年には、ロサンゼルスに落ち着く。しかし夫婦生活のトラブルから1913年、チェーニーがマネージングする舞台が上演されていた、劇場で妻が自殺を図る事件が起きる。妻は、命は取り留めたが、その出来事がきっかけで舞台を離れて、映画界入り。 細かい時期は分かっていないが、1912年より1917年くらいまで、ユニバーサル、スタジオと契約し、早くで映画に出演する。1915年には元コーラスガールのヘーゼル、ヘースティングズと再婚。メイクアップや紛争研究に没頭し、線の顔を持つ男の異名を取る個性派スターとなった。特に、ノートルダムのセムシ男。 オペラの怪人での恐ろしいメイクと演技で、後のホラー映画に多大な影響を与えた。チェーニーが作り出したノートルダムの金付き男、カジモド、パリ国立オペラの怪人、エリックの二人は映画史上最もグロテスクで醜い登場人物とされている。しかし悲劇的運命の被害者としてこの醜い姿に恐怖心や嫌悪感を抱かない観客からは、 同情や哀愁を感じられた。オペラの怪人1925年、ムービー誌の自伝的記事においてチェーニーは、底辺にいるような人々は極度に自己犠牲的である場合があることを知ってほしい。小人症や、危険のホームレスも気高い理想を持っているかもしれない。オペラの怪人、殴られるキャッツ、三人などの、セムシ男以降の私の役の多くは、自己犠牲や自制心をテーマにしている。 これが私がやりたかったことだと記した。チェイニーは特殊メイクや体を変形させて演じることは特別な性格描写と言及した。チェイニーの才能はホラーのジャンルや舞台メイクを超えておりダンス、歌手、コメディの才能もあった。レイ・ブラッドベリはチェイニーについて彼は人々の精神を演じることができる。どういうわけか影となって人々の体に入り込む。 隠された恐れを見抜くことができ、それをスクリーンに映し出す。チェイニーの歴史は報われない愛の歴史である。彼は愛されていないのではないか、これからも愛されないのではないかとの恐れを表に出す、ことによって、世界を変えるかもしれないと語った。1930年、トーキー映画の時代を迎え、魔人、ドラキュラの主演が内定していたが、陰頭眼のため救世した。 1930年代の怪奇映画ブーム目前での死であり、その存在がさらに伝説化されることとなった。1957年には、ジェームズ・キャグニー主演、千の顔を持つ男で、その生涯が映画化されている。ホラー映画史上では、チェーニー死後の1930年代に活躍したベラルゴ氏、ボリス・カーロフと共に、戦前の三大怪奇スターとして位置づけられる。 息子のジュニアも俳優となり、1940年代には狼男やミイラ男の役で回帰スターとなるが、演技力では父に及ばなかったという評価が定着している。ステレオタイプな中国人を演じたミスターウー、オペラの怪人での特殊メイク。ありがとうございます。